出るタイミングに合わせて、まあ、多分世界で一番旬な車であろうというのが一番の理由だと思いますね。でもちろんそのスタイリングだとかあるいは動力性能だとかそういうものも含めて今一番ホットな車だろうなというのが理由です。